皆さんこんばんは、ゆうさでございます。さあ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 参りましょう。2夜連続で F0 いきます。はい、まあ理由はわかりますよね。動画を見ていただいた方も、まあ、昨日生放送に来ていただいた方もお分かりだと思いますが、難しすぎますので、あまり火を開けたくないと、あまり火を開けたくないということで、もう一気に行ってしまおうではないかと。はい、ということで F0 を選択しました。はい、地獄の始まりです。ということでちょっと飲酒運転に入ります。今日は飲酒運転で行きます。よっしゃ、皆さんこんばんは。正直ね、正直マシン選択も大事だと思ってて、実はこの3つで行きたいな、特にこの2つね、この2つで行きたいなと思うんですよ。で思う一方、そんなひよったことをしたくねえなという気持ちもあって、めちゃくちゃ今日一日悩んでたんですけど、やはりファイヤースティングレイで最後まで行くべきではないかと。ええええ、でね、さあ来た、脱兜ガニはしません。もう貫き通す、一番難しい機体ですから、一番難しい機体ここまで来たらやはり貫くのが私でしょう。ということでカブトガニで行きます。さあ、ひどいことになると思うんでお付き合いお願いしますね。もしかしたら今日中に終わらんで、マッキーまたぐかもしれないですよね。今日中というか、この1回で終わらない可能性が非常に高いです。ただ僕も無策ではないですよ。 YouTube でタイムアタック動画を見たんですよ。タイムアタック動画で学んでおります。そしてファイヤーフィールドのみね、ファイヤーフィールドのみ予習をしております。練習はしてません。すごい練習したかったんですけど、あえてしなかったので、練習なし、一発勝負。ただカンニングはした。あのカーブの効果的な曲がり方をカンニングしました。はい、めちゃくちゃ速い、マジか。こっち478キロ出してて、これ追いつけへん。きっちり予習したよ。今までの私ではない、本気やで。もう本気です。やっちゃった。あんな苦しいんだから、一応ね、まあ難しいですよ。結局テクニックがいるんですよね。まあどっちにしろテクニックがいるっていうか、すげえ難しいことをやらされる感じなんですけど、それさえやれたらなんとか高速で曲がれるっていう、それなりに度安定、それなりに安定して曲がれる方法があるっぽくて、これもマスタークラスですから敵は容赦ないです。430、440、やっぱりね、基本的には本当に青、ブルーファルコンか、もしくはこの黄色いやつで行くのが王道っぽいですね。タイムアタックは当然このピンクを使わないと最高速出ないんですけど、やっぱりタイムアタックじゃなくて、この試合なので、実際の試合なので、なんていうんですかね、やっぱ雑魚がおることを想定して考えると、やっぱりね、青ぐらいが一番、青の機体ぐらいが一番理想的ですね。ミスりました、風を忘れてた。
ブルーファルコンは加速が2番目に速くて最高速が3番目ってやつなんですけど、まあ、結局そういう機体が一番使いやすいですよね、なんつったって。まあまあマスターなんで甘くはないですよ。昨日ね、エキスパートより確実に難しくなってますからね。あの、分かりにくいですけど、すごく差が分かりにくいですけど、俺はもうすでにめちゃくちゃ体感で分かります。もうほんまむずいです。体感で分かるレベルで敵が違います。乗れない、440キロで追いつかれた。マジか、マジか、速い。もうミスしてしまうね。ミスもやっちゃうね。こうやってね、なんかね、委ねるといいみたいなんですよね。結局真正面から当たると真後ろに飛ぶ、跳ね返るんですね。その性質を利用することが大事っぽいんですよ。真正面から当たると真後ろに跳ね返る、その性質をうまく利用していくこうやってこうやって跳ね返させるみたいな。まあまあ練習ですとかね。パワーが危ないんでもう無茶しませんけど、まあまあ理屈で言うとそういうことなんですよね。理屈で言うとそういうこと、正面から当たって跳ね返る力を利用していくみたいなね。あー、邪魔しないでください。あ、まだ上等だ。やばい、はい、くっそまあ邪魔ですね、邪魔邪魔。まあ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 、こんなもんですね。1位になれない、やっぱ前にいとかないと、前にいとくこともすごく重要っていうことですね。それはまあ昨日学んだことですけど、後ろの方に行って抜かすのがほんと大変。やっぱ社員さんと、あと正社員さんの、あ、もうこのなんていうか仕事っぷりが素晴らしいので、ほら当たっていかないと済まないって感じですよ。今一回ちょっとあれを試したんでね、今のはちょっと練習です。これを試したんで、うん、いけるな。ブレーキング方法も悪くないですね。安定してますね。悪くない。いや、ちょっとね、確実にやっぱ上手くなってますよ、自分が。うわぁ、もう社員さん、すごいわ。上手ですね。ここ跳ね返りで、今みたいな壁の跳ね返りを使って強引に行くという手法ですね。あの狭いところでピンポンやっちゃったら終わりです。よし、こんだけ頑張ってまだ5位かよ。しかも4位が見えない。いやー、改めてきつい。この辺は楽勝でクリアしていかないとダメなんですけど、無言になってる。さすがに無言になってしまう。申し訳ないです。風が強いんで、あんまりね、アウトインアウトが実践できないんですよね。さあ、3位を追いかける。いた、風が。当然こいつはブースト持ってきてると思うんで乗らない。やばいな、シャミさんが。
見上がった。モノタッチ。よし。あー、きかったー。すごい集中力ですよ。ちょっとー。あー、飲酒運転がはかどるの。よし、さあここ。前半の山場、前半の山場です。ミス許されへん、ここも。予習したのはあくまでもファイヤーフィールドのみなんで。とかも、あれ、コースというか、ザコさんいなければ、こんなとこは行けてるんですよね、引き受けて。曲がれてるしね。やれてない。後ろ、競争、競争、競争。キックしてもらうか。キックしてもらうか。よし、ありがとうございます。1位でいる利点は相当でかいんで、余計な雑魚がなるべく少なくなりますんでね、それだけでも、それだけでもだいぶ違うからさ。皆さん、画面を凝視しすぎて酔わないようにね。よっしゃ。フラフラしますからね、私は。フラフラ運転ですから。しかも酔ってるし、酒も飲んでる。アクションゲームには大敵と言われているアルコール飲状態です。覚醒状態です。よし、でも馬なってるでしょ。絶対馬なってるよね。これもうね、1週間経ったら多分忘れちゃうんで、もうこのタイミングでやっとかないと、もうマスタークリアできる気しなかったんですよ。よっしゃ。身をついてます。真正面から当たってしまった。我慢我慢我慢。よし、キープ、1位キープ。おっしゃ、いける。ふう、雑魚にやられるね、やっぱ。マジか、今のマジか。こいつにビビっていけへん、みんな。うわ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 、危ない。よし、よっしゃ、危ない。いった。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんこんばんは。最初から見ておられない方、すでに苦労しております。かなり苦労しております。マスター、キングリーグのマスターです。マスタークラス、すなわち、最強に難しい。難易度は相当なものだと思います。ここで休ませてもらえるかな？波のアクションゲームの難易度以上だと思いますね。確実に。多分、本当にクリアした人がすごい少ないレベル。嘘じゃなく。おらー、ここは1位いけそうっすね。ここは優しいわ、ほんま。ありがたい。ほんとありがたい、ここ。400キロ後半ぐらいで休むっていう。休憩できるっていうね。この高速域で休憩できますから。まあ言うても集中してますけどね。言うても集中してます。
雑談をするぐらいの余裕はない。よっしゃー、どいてくれどいてくれ、邪魔された。よしよしよし、できればもう一機アップしたいから次ポイントは取っていきたいんで、1機でなるべく1機でコースクリアしていきたいです。危ない、乱れた、ジャンプが乱れた。外から抜いて、よし、お任せください。いける、これはいける、なんぼなんでも。チャインさんの位置、いやらしいね。めちゃくちゃやらしいっすね。おお、やばいやばい、あー怖い、届くか、大丈夫ね、400キロ超えてりゃ届くっぽいんで。よし、いった、案外すんなり行ってしまうかもしれへんね、これ。ありがとうございます。これで一キャップ。さあ、ちょっと集中しますわ。この次やね。ここがほんときついんで。集中。3機あるね。3機あるので、まず1機目。予習した曲がり方を試します。はい。試してみます。アルミニウムさん、こんばんは。試してみます。自分にできるのかどうかをね。いくぞー。さあ、キックコース開演だ、かかってこいや、ここです。いける、できた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 、見た見た、できた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 ぞ、これは見えたな、これ見えたぞ、これ、ここ落とすけど、これ見えたな、あの曲がり方完璧でしょ。どうなんどうなん、今成功した。でももっとスピード速い状態で成功させなあかんねんけど、ほんまは。よし、見えた、いけるで、これ行くぞ。よし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 、悪くない悪くない、マジで悪くない。よっしゃ、集中集中しろ、センター試験以上の集中力をください。毎年ね、俺ね、新聞に載ってるセンター試験を解くんですよ。自分で。今年やってないんですよね。だからその影響が出てると思う、多分。毎年絶対やるんですけど、国語がめっちゃ点数いいんですよね、いつも。で、数学と、間違えた。間違えた。数学と、英語がめっちゃ点数悪いんです。いつもね。センター試験やってないぜ、今年は。忘れてた。やらなあかんな。
いけるぞ。ザコガニ。危なー。紙一重ですね。邪魔。よし。ありがとう。机が揺れるガタガタ。当たるわけにはいかんぜ。復帰復帰。間違った間違った。うわやっちゃった。あーブースト途中にあったらあかん。ブースト途中にやったらあかん、これ。うわぁ、もう。まあまあまあ、いいや。まあいいや。まあいいや。5位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 。オール5できてますね。センター試験オール5か。しゃー。俺も実際のセンター試験は受けてないんですよね。芸大だったんで、もう推薦入学で入ってしまいまして、そんな、なんていうか、あれとは勉強の試験とは無縁というか。マスターしたぞ、これ。ここマスターしたな。さっきよりも順位上げていけるかもしれない。ブーストの使い時もね、難しいんですけど、あそこで一気にブレーキかけるんで、その後で使うのがいいかなと思って。よし。5位。常に5位の男。やばいとこおるぜ。最悪。前向いてますからね。前向いたまんま突っ込んでます。うわー最悪やー。いやー諦めんな。こんなことで諦めててはこのコースは絶対にクリアできない。うん、忍耐です、忍耐。堪忍やで、堪忍やで。うわー、リバースさせられた。マジこいつほんまマジで、まあもう事故ですね。もう事故、ああいう事故はもうしょうがないです。本当にもうこれはもう運なんで、ここはもう運でしかない。あれスピード緩めるっていう選択肢はもうないんでね。あそこでスピード緩めてるようではもう勝てないですし、この曲がり方マスターしたのにな。オッケー。あん、200キロ台後半ぐらいで曲がったとしても追いつかれますね。マスタークラスはマジで甘くないですね。ここがエキスパートだったら1台追いつかれて終わりだったのが2台追いつかれて、しかも差がめっちゃ開きますね。やっぱブースト使いどころあこしかないな。あそこ以外はやっぱり、あの最後の直線に使ってもいいんですけど、一番効果的に使えるのはやっぱりあそこだと思いますね。まずすぎるな、まずすぎる、まずすぎるね。プレイがまずすぎる。もうまたいちいち壁に絶対当てないと気が済まないのか、こいつらは。
制御する。よし、はい、やっぱりあそこでしょ。当然あそこで使うのが一番早いでしょ。見た感じどうですか。多分あれが正解だと思うんですよね。うわ、フラ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 何してんねん。よし、早いぞ。かなりの高速で2発クッションしたけど、抜けた。間違ったー。でも大丈夫、ここ落としてこれで。死に物狂いですね。当たってたまるか。ギリ、壁のギリ、キワキワイン。ナイスキック。クッて言ってしまった。ナイスクッて言ってしまった。いいからごぼう抜き、耐えろ。よし、1位。1位やで。見たか、見たか、この野郎。うん、俺どいてください。邪魔。ごめん、ほんまごめん、許してくれ。3位でいいねん、許してくれ。もうギュッて内側から来やがって。これあかんぞ。うわ、よっしゃー、よっしゃー。うわー、もうめちゃくちゃ集中した。やったー。燃え尽きたー。ありがとうございます。イエス、やったー。あー、怖かったよ。最後めっちゃ怖かった。もうやったったー。ありがとうございます。やった。よし、完全クリアでしょ。しかもカブトガニでやったったぞ。よっしゃー。You are the master of F-Zero。はい、こいつ、デモ走行、減速しすぎやで。そんなんで、いけると思ってんのか？ありがとう。いやー、まさにノーコンマスクリ。まさにノーコンマスクリですね。イエス！やったー！開いたら絶叫でびっくり。すみませんね。もう、今、終わりました。ノーコンマスクリでございます。おっしゃー。よかったー。いやー、F-Zero最終章が無事終了しました。本当に嬉しいですね。ちょっと飲酒運転でしたけども。はい。めちゃくちゃ難しいゲームですね。
めちゃくちゃ難しいゲームです。ただ、私にとっては、まあまあ、まあまあこの程度、いけなかないってことですね。いけてしまうということですな。はい。よかった。それにしてもよかった。変な画面出てるけど。よっしゃー。はい。では、F0 最初から見ていただいた方も本当にありがとうございます。ずっと応援していただいてありがとうございます。一番グだったのはですね、キングのエキスパートがかなり苦しかったですけど、まあ、あの練習を経てね、あの苦しかった編集を経て、マスターになることができました。はい。F0 マスターの天狗様でございます。ありがとうございました。ではまた他の動画でお会いしましょう。アクション系お待ちしており、アクション系のリクエストお待ちしております。では皆さん、ありがとうございました。バイバイ。